であとは、プレミアの話、日本人の話。あの、フーテストさんっていうサッカーブログの方の、あの、三笘とウォーカーの対人でミトマ抜い、三笘がウォーカー抜いたシーン。これよかったら、まあ、ブライトの公式の映像をあれしてるから全然大丈夫なやつだし、僕の X 見てほしいんですけど、リポストしてるんでね。三マが抜いてるシーンって、あれなんですよ。三マがウォーカーに止められてるシーンもあるじゃん。三マのドリブってやっぱり、加速してると、加速から始められるから重要なんですこれどういうことかっていうと、ウォーカーでも、 走ってる方向と逆の方向への、だこっち100キロ出してる車がいきなりこっち100キロにはいけないじゃないですか。これ1キロでもいけないからね。行って止まってこっちだから。で、なんでこれ何を言いたいかっていうと、三笘がちゃんとスピードに乗ってたらあっちもスピードに乗んなきゃいけないから、結果、相手の方向転換が必要なところ、だお尻側だよね。に動かすと、ウォーカーでもやられちゃう。なんで三笘ってよく止まった状態から受けたりとか、止まったところから 高い位置で降りてきてててき受けドドリブルスピードに乗って始めらんなないいい現象多いじゃないですかそれでも抜けてたりとか味方が中で崩してくれて外に叩いたり瞬間的な裏抜けていけるからいいんだけど一番いいのはサイドでボール受ける時に前にスペースがあったらスルーパス気味に受けるっていうこれをするだけでこれウォーカーを抜けてる状況に三笘の今の長所をもっと出せるポイントが詰まってるだから伸びしろが詰まってるみたいなことなんです。 このいかにスピード乗った状態で相手もスピードに乗らせるかってドリブルって相手が止まった状態自分も止まった状態だと反復横跳び対決で片方がボール持った状態じゃんボール持ってるも負けるじゃんその反復横跳び対決にさせない力が必要だからそれはやっぱりボール受ける前の動作なんだよねでそのアーセナル対今回のシャフターール戦もそうだしビニシウスの突破もそうだけど基本守備うまくない選手って ケツ側にボールを持っていかれるんですよでこのケツが分かりやすすいのって前傾姿勢なんですよ体立ってる人って反対側に動きやすいんだけど前傾姿勢だと絶対こっち行く時に一回起きてっていう動作入るからこの分で遅れるんだよだから対人守備弱い人って前傾姿勢になってるからあだからそのメッシュがメッシュのアンクルブレイクも同じ方式ですからねケツ側に持ってってあとはボアティングとメッシュのやつあれこれもリポストしてるから見てほしいんだけど。 ボアテングのケツ側に持っていってケツ側に持っていかれたボアテングが向き変えてすぐ逆のケツ側を持っていったからっていうケツからケツなんだよね身体能力の儀で対重守備のセオリー一番守れてる選手って誰になりますか前坂井宏樹もまかったと思うなあでもウォーカーうまいっすねウォーカーウォーカーウォーカー足早い上にそうだウォーカーは自分と逆サイドからのボールのが苦手なんだよね結構カルバハラは全決戦になってる時あるね メッシュのプロ意識にベッカム達をレオが練習に行き始めてきたのは朝の6時50分だったチームの練習は10時からだったまた誰もトレーニング場いなかったメッシュがしていたのは準備では準備ジムに行ったりウォーミングアップしたり若手選手がやるべきようなことを全てやっていたあの年齢でそれを全部やってたんだこれ意外なもんで控えの選手ほどこういうのやんないっていうね不思議なんだよねこれやれって言ってもねやるもんじゃないしだからこの死産の話なんでしょうね自分はトップでなきゃいけないっていう不思議だよね普通スタメンよりも控えの方が練習しそうじゃん そうドラグシンはね裏ケアとかロックとかうまいんだけどスパーズの守備の仕方がその真逆を全部やらせるから哲学が合ってないんだよねあでもそれ調べずに行ったドラグシンの責任でもあるからなそれはあとはベン・ホワイトは。 みんな僕がサッカー好きじゃないと思ってるし実際あんま見ないんだけど対戦するインガーのことはほとんど全部知ってると思うよ週末にどんな特徴に対処しなきゃいけないかもちゃんと把握してる右サイドバックでプレイしてると対峙する左ウィングは本当にいい選手ばかりなんだどの試合も相手チームのベストプレーヤーという感じさどのチームにも1人か2人最高の選手いるんだよそうなんだよな右サイドバックってことは左ウィングと対峙するから左ウィング右利き多いからで右利きっていう選手多いじゃん右利きで一番突破力あるやつが基本左ウィング置かれるじゃん その通りだし、ね、これちゃんと準備しとく大事さとこれみんなやってるのかもしんないけど前ねウルブス戦の解説した時にウルブスがサイドバック連続で怪我人出て仕方ねえってなって当時今シティで活躍してるけど当時ウルブスで中盤やってたマテウス・ヌーネスが急遽サイドバックやってもうあれ見笘だったか相手ボコボコにされたんだよね。ででその時に解説でいやこれ 急遽サイドバックやって相手のウイングの特徴を研究したり把握できないからやられやすいんですよねみたいな話したのが当たってるなって思,い思った話を思い出しましたね。よかったっていうね。これは合ってるでしょっていうより。いやよかったっていう嘘言ってなかったわみたいな。あ三苫この受け方これ今のなんだよ今のカウンター以外でもやりたい。来たか来たか来たかよっしゃ1点取った三苫まあ決めたのはファジーだけどやっぱ三苫がね今みたいにファジーで相手の中盤の後ろを。 ね最終ラインのディフェンスの前。あそこで前向きでスペースで受けれるのがでかいんだよね。あ、そうか、ウォーカー抜いたのか。そう,そう、あのボールの受け方だと加速できるからウォーカー抜けるんだよね。止まった状態だときついけど。これで前向きで受けれるから、そう、この受け方、これ続けたいね。またチャンス食ったの、ほら。そう、あのぐらい降りてきていいんだよ。いつもだったらもっと高い位置。あれ4だか <laughs> 本当は2点差のままでね。あれ下たっただけど。でも、あと中央でのプレイメモリーの話になってくる。 いやこのまま三笘本当に受け方変わっていったら最高だけどね。三笘の受け方もね、普通の選手の頭で理解してないですねあ。この理論言う人いないから。今まで聞いたことないでしょ。だってこのウィングが高すぎちゃいけない。どういう体の向きでどういう位置取りしなきゃいけないみたいなさ。ほとんどのクラブのウィングが後ろ向きになるからね。三笘がカイロウォーカーとのマッチアップに苦戦してた印象でしたが、今後あのような化け物レベルの相手と対峙したときに三笘はどういう形で、えー、向かうべきですか、うん。僕はチーム、ね、監督の思考なんでチームのね、三笘が 前向きに受けられるちゃんとファジーの立ち位置をしっかり仕込んであげたいんですけど、そうすると全然ウォーカー相手にもできるだろうから。で、あとは、あれかなシティー戦どんなだったっけな、ね、あとは、逆サイドからのクロスに対してのカイルウォーカーの立ち位置だったりとか、ボール落ちちゃいないすぎたりっていうのは、昔よりは全然いいけど、まだあるからそう、ボールないところの動きで勝負するみたいな。だから、今だとね、もう、 スピード乗れない状況で1対1でカイルウォーカーいます。プレスバックも、ベルナードシューバーとかありますってなると、三マ以外でも多分きついと思うんですよね。それこそ、カイルウォーカーに、しっかりその、フィフティの状況から始めて勝てる選手って、多分、あれでしょもう昔グリーディュそうだったみたいに言うけど、エンパペとかでしょとか、どういう形でかいますかっていうのを監督として答えるんだったら、前向きにスピード乗った状態で1対1仕掛けられるような形。今みたいに不必要に中に入らせすぎるとかを作らないのが重要だと思いますね。 いきなり輝き出した。来たうわーいスそうだったね。抜かれた瞬間のホワイト。ホワイトしっかり抜かれるシーンなかなか見ないね。そう、だから三マにはもうダブルチームなんですよね。縦一人押さえて中っていう。中が寄せる。前が戻ってくる。三マの場合、キックフェイントした後もその後ボールすぐ大きく蹴り出さないから、相手の動き見てまた逆取れるんだよね。キックフェイントして、左足の方まで持ってこないで、体の真ん中にちょっと置いた後にやるから、 あれ、ホワイトが引っかかってるからそのまんま立っていけるし、引っかかってなかったら、そのままもう一回、あの、利き足側に持っていけるから。あの、ちょっとした空気、キックヘイントってゲームとかでもそうだけどさ、一気に右置いてたら左に持ってきちゃうじゃん。ゲームでキックフイントやるときも方向キー入力しない方がいいですよ。 あ、これちょうど今のいいシーンだね。あの、さっき言った三マのさ、切り返し切っちゃうと、そっち側に読まれてた時体入れられるから、切り返した時に体の中心に置くと、そっからもう一回体入れ直せるっていう。今ちょうど三マとトロサールの、ちょっとドリブルの、まあ、トロサールが悪い方の例になっちゃうのは申し訳ないんだけど、でも実際それでね、三マの方がスタメンになってるから、ブライトンで、それでトロサールがね、出てっちゃったの。トマにない予算もあるんですけどね、ゴール前での、その、狭い、 ところで、この、第2、第3、ストライカーになっていくみたいな。まあ、三笘の今のね。うわあ、ちょっとね、ブレスバック追いつかれないぐらいスピード上げたかったからね、へそ下からボール出るからさ、もう、坂のところで鼻先でかわすのにね、もう、自分トップスピードで坂に突っ込む感じになったから、かわせる間合いじゃなくなってたね。 うまいなぁ、これ。レッスン動画であるボールの受け方だよね。それ、プレスパック気にしなくていいんだったらね、足元にずっとボールを置けるから、スピード落としたら後ろからホワイト戻ってきちゃうから早く勝負したくて、早く勝負したいってことはね、ボールをどん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 前に進めなきゃいけないから、へその下に、足元に、あえて前傾姿勢で、へその下にボールを置くって感じのかね、加速しながらかわせるからそういう表現使ってるんだけど、それができなくなっちゃうし。 そうだからあの、1対1とかさ、このエンタメとしては面白いけどさ、あれ1対1の練習ってさ、合理性欠いてるなと思う部分はあの、やっぱりプレスバックがないから、実際の試合と違って。基本1対1にならないように2対1にするもんだから、それが実用的なドリブルになると、一人かわした後、加速しつつ相手との前、前測って、かわせる瞬間に、 ね、もう一回スピード上げなきゃいけないからね。ミシとかそれがすごいよね。スピード上げます。上げたところからタッチを細かくして体の近くにボールを置いたとこはもう一回離す瞬間に抜くっていう。ていうか抜く瞬間に離すって感じ。 俺が信じてみんな絶対やれるよ最高よ <laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作るそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーこれだったら紹介します <laughs>